送信ドメイン認証とは、差出人メールアドレスが差証された電子メールの判別を目的とした技術。迷惑メール対策の一つとして使われており、受信側のメールサーバーで送信者情報を検証することで、差出人メールアドレスの成りすましを検出している。SPF とダキムがよく使われている。SPF 認証の仕組み差出人メールアドレスの IP アドレスと、 送信元メールアドレスのドメインの SPF レコードを受信側のメールサーバーで検証する方式。ファン名境によって提唱され RFC4408 で規定。ドメインの詐称には有効ではあるがアカウント名だけを詐称していたり送信が許可されているメールサーバーから送信している場合には対応できない。ドメイン所有者側の対応は比較的容易で。 DNS サーバ内のゾーンファイルに SPF レコードを記述するだけで良い。ホラー i d 4 e m メールと SPF を統合して作られた方式。マイクロソフトによって提唱され RFC4406 と RFC4407 で規定。仕組みは SPF とほぼ同じであるが、検証時に送信元メールアドレスではなく PRA を使用する点が異なる。 インターネットサービスプロバイダや大企業で使用する際はマイクロソフトとのライセンス契約が必要であり、ライセンス契約という形式に懸念を示したアパッチソフトウェア財団が1 0の ID に対応しないことを表明したこともあり、普及は進んでいない。ダキム認証の仕組みアメリカのヤフーが提唱したドメインキーを使用した方式。送信元でメールに電子署名を付加させ、 受信側で送信元メールアドレスのドメインのダキム、レコードを使って電子署名を検証する。RFC6376 で規定。電子署名を使用していることから配送途中でのメール改ざんの検出にも対応している。SPF ダキムとポリシーを併用することにより、なりすましメール対策を強化したもの。RFC7489 で規定。ダキム。 アザップドマークの機能の一つ。送信元メールアドレスのドメインにアザップレコードを設定することにより、ダキム認証に失敗した場合の取り扱い方法を決めることができる。RFC5617 で規定。ありがとうございます。